こうして世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲームなんて楽しそう。しばらくこうしてんのもいいかもな。坊ちゃん、賢明な判断ですよ。よかった、忘れられずに済んだ。はい、忘れるわけないじゃないですか。これで江ノ島も消えたし。よし、パーティーでもしようぜ。だったら腕を振るっちゃうって。ならば BGM は伊吹に任せるっす。ねえ、記念に写真撮ってもいい？俺様のビギリ酔いしれるか。トレーニングのカリキュラムも用意したぞ。怪我したら私に言ってくださいね。僕は自己紹介から始めた方がいいかな。今さらかよ。こうして世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲームなんて楽しそう。しばらくこうしてんのもいいかもな。坊ちゃん、賢明な判断ですよ。よかった、忘れられずに済んだ。はい、忘れるわけないじゃないですか。これで江ノ島も消えたし。よし、パーティーでもしようぜ。だったら腕を振るっちゃうって。ならば BGM は伊吹に任せるっす。ねえ、記念に写真撮ってもいい？俺様のビギリ酔いしれるか。トレーニングのカリキュラムも用意したぞ。怪我したら私に言ってくださいね。僕は自己紹介から始めた方がいいかな。今さらかよ。違うよ、みんなはゲームなんかじゃないでしょ。こうして世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲ…こんな世界は…お前は…誰だ。ゲームなのは私だけ。みんなはそうじゃないでしょ。ナナミか。どうしてお前がここにいるんだ。どうしてかな。俺の記憶の中のナナミってことか。だってお前は消えたはずだもんな。まあ何でもいいか。それよりさ、あいつらむちゃくちゃだよな。世界が滅ぶとか自分を犠牲にしろとか、そんなの選べっこないのに。俺なんかに選べっこないのにさ。ほんと散々だよ。いきなりこんなわけのわからないことに巻き込まれて、何の才能もないって突きつけられた上に、外に出れば超高校級の絶望だとか言われて、挙句の果てには消えるとか言われてんだぜ。意味わかんねえよな。ああ、お前だって嫌だよな。だって俺たちの記憶がなくなったら、お前の存在は完全になくなるんだもんな。俺たちの記憶にも残らず、完全に消えてなくなっちまうんだもんな。なくならないよ。え？たとえ存在がなくなったとしても、私がみんなに忘れ去られちゃったとしても、だからって完全に消えてなくなるわけじゃないよ。私とみんなで作った未来を、みんなが進み続ける限りは、私は消えてなくなったりしない。私が、
生きて戦って命を懸けたものがちゃんとそこに残ってるんだもん。そうは言うけどさ、きっと日向くんは怖いんだね。自分が消えることもそうだけど、重い何かを背負って未来を進むことが怖いんだね。ああ怖いよ、そんなの怖いに決まってるじゃないか。おい、いつまでうじうじしてるんだよ。え、胸を張れる自分になりたいんじゃなかったのか。だから希望ヶ峰学園に憧れたんじゃなかったのかよ。だけど俺はその希望ヶ峰学園にも騙されて。日向君、君は今までずっと大きな勘違いをしてたんだよ。勘違い？才能を持つことがゴールじゃないよ。才能があろうとなかろうとさ、それよりもっと大事なことがあるでしょ。自分自身を信じてあげることだよ。それができなかったら、いくら才能があっても自分に胸なんか張れないよ。きっと昔の君がそうだったみたいにね。お前はなあ、お前は誰なんだ。だって消えたはずじゃなかったのかよ。でも昔の日向君は昔の日向君だよ。この世界で私やみんなと一緒に過ごした日向君じゃない。だから大丈夫、君はもう自分に胸を張っていいと思うよ。なあななみ、教えてくれないか。俺はどっちを選ぶべきなんだ。自分の希望と世界の希望と、どっちを選ぶべきなんだ。君たちの未来は君たちだけに権利があるんだよ。もちろん責任もだけどね。自分で選べってことか。でもどっちも選べないなら作っちゃえばいいんじゃないかな。作る？この世界はゲームかもしれないけど、君たちはゲームなんかじゃないんだよ。選ぶだけじゃなくって作ることだってできるはずだよ。俺なんかにできるのか。ゲームじゃないんだから、才能やスキルやレベルなんて気にしなくていいんだよ。君たちにはそんなものを乗り越えるとてつもない必殺技があるじゃん。ほら、やればなんとかなるってやつだよ。やればなんとかなるって。まあそれでなんとかなったらゲームならクソゲー扱いだけどね。でもこれはゲームじゃないんだよな。ねえ日向くん、誰かのためじゃないよ。君は自分自身のためにやるんだよ。さてと、じゃあそろそろ日向くんのかっこいいところを見せてもらおうかな。ほら、私も手伝うからさ。手伝う？俺には何の才能もない。憧れた希望ヶ峰学園にも騙されて、俺は消えたくない。鎌倉いずれなんて俺じゃない。世界がどうとか知るかい。自己犠牲なんて嫌だ。どうせ誰にも感謝されないし、江ノ島なんかで勝てこないんだ。悪いのは未来機関だ。俺のせいじゃない。俺には未来なんて得られない。ほら、やればなんとかなるってやつだよ。君なら未来だって作れるはずだよ。俺には何の才能もない。憧れた希望が見えが、俺は消えたくない。鎌倉いずれなんて、世界はどうとか知るかい。
自己犠牲なんて嫌だ。どうせ誰にも感謝されないし、江ノ島なんかに負けてこない。悪いのは未来機関だ。それでも俺のせいじゃない。それでも俺には未来が出られない。それでも俺は未来だろうと、君たちが進み続ける限りは私は消えてなくならない。ここでのことも無意味なんかじゃない。希望も絶望も背負った君たちならきっと未来だって作れるよ。都合のいい奇跡だってやればなんとかなる。だから中途半端にうじうじしてないで、全てを捨てる覚悟で本気になってやってやれ。私も応援するからさ。あ、そういえばまた言いそびれたな。ここでの記憶が消えて、私は皆さんが死んだ理由すら覚えてあげられない。世界から絶望をなくさないと悲劇はまた繰り返されるわ。もう一度ここに会いてえんだ。俺らが超高校級の絶望に戻ったら未来機関に殺されるかもしれねえんだろ。絶望に落ちたお前たちにも責任はあるんだ。俺の責任じゃねえ、未来機関の責任だろ。どちらも希望でどちらも絶望、結論なんて永遠に出ねえんだよ。希望を失っちゃダメだ。ここでの記憶が消えたら、私は皆さんが死んだ理由すら覚えてあげられない。希望を失っちゃダメだ。ここでの記憶が消え、私は覚えてあげられない。世界観が絶望な悲劇はまた繰り返される。もう一度ペコニア。俺らが超高校未来機関に殺される。絶望に落ちた俺の責任じゃねえ、未来機関の責任だ。どちらも希望で結論なんて。それは違うぞ。